会津若松情報チャンネルです。毎年9月1日は防災の日です。会津若松市では市民の皆さんに高い防災意識を持ってもらうために防災出前講座を実施しています。昨年度は27回実施され、延べ591名の皆さんに受講いただきました。防災出前講座は障害学習出前講座の一環として実施されており、担当の職員が学習会などの場に伺い、地震や水害、土砂災害など身の回りの災害リスクへの備えや対応を学んでいただく内容になっています。この講座を通して市民の皆さんに防災に関する関心と理解を深めていただき、自助・共助による地域防災力の向上を目指していきます。日頃思っていることでもなかなか準備をするっていう段階までいかなくて、今日講座を受けさせていただいて、本当に大事な命を守るための大事なことだなと思いまして、早速実践したいと思います。災害は突然にやってきますので、前もって心の準備、それを心がけて命を守る行動を取りたいと思います。また防災への身近な備えとして、市では土のうの配備をしています。この土のうは市民の皆さんが自助や共助の取り組みとして、大雨による浸水被害の予防軽減のために備えるものです。市役所のほか公民館やコミュニティセンターなど市の11カ所に配備してありますので、詳しいお問い合わせはご覧の危機管理課までお願いします。8月25日には会津若松市の総合防災訓練が市立第六中学校で行われます。今年度は夏の時期における水害を想定し、関係機関との連携や地域防災体制の確立、市民の皆さんの防災意識や対応能力の向上を図る目的で実施されます。この防災訓練は誰でも見学できますので、詳しいお問い合わせはこちらも市の危機管理課までお願いします。市民の皆様には普段からハザードマップを確認したり、防災出前講座を受講するなど、ご自身がお住まいの地域の災害リスクや防災対策を確認いただければと思います。また25日日曜日に市立第六中学校を会場に今年度の市総合防災訓練を実施します。市民の皆様に防災について学び考えていただけるような展示体験コーナーも用意しておりますので、ぜひご来場ください。今年度の敬老会を9月16日月曜日、敬老の日に会津風雅堂で開催します。対象は75歳以上の市民の方で、高齢者の皆様のご長寿をお祝いします。付き添いの方も入場できます。また会津風雅堂の他にも地区別にご覧の会場で敬老会が開催されます。詳しいお問い合わせはご覧の高齢福祉課までお願いします。会津若松情報チャンネルでした。